字幕字幕ちょっといやオンでいいだろオンでえ俺は行くぞ字幕中俺は行くぞ <laughs> より頼もしくなって帰ってくるからこれでけえ方がいいわちょ今見えないんでよ本当に OBS の画面でやってるんでどういうこと背景とかつけられるのこれ暗いオンにしてみる名前ちょ名前は書いてくんないし分かんない名前の色お異なる色だったこれ見せてもらおうかな あ、これかいいじゃん見やすい見やすい。どこに字幕があるか。字幕の見やすさの上に字幕がどこにあるかまでやってくないとわしもわかんないから。おーっと、広くなるぞ。これ、こういうゲームで合ってる。ちょっといいや、これ。ちょっとわかんない。どうなるかなんて知んないよ。やってみなきゃ。ここでいいや。The Last of Us。ちょっと意味がわからないけど、まだ。資源は限られています。下手に、下手にノーマルとかでやるから、デトロイドも全身なんだから。 順時上位方向、うんまあ、ここら辺はお,お好みで。ちょリードしてもらってゲームにこれは。イージーを選択。この窓辺何えー、やっぱ廃墟スタートなのかな人生が学べるっていうことこのゲームを通して私が何を学べばいいかだけ先にタイトルから汲み取っておけばよかった。ああ、事前準備が足りてないんだ多分これ。ソニーインタラック。これさっきも見たよね。締め出されてるこれ。あ、ネーションドッグゲーム。あのね。あのよ。 犬好き多いなこのゲームんオフィスに猫犬いるけど <laughs> もうこれやめてやっぱりこれ最悪だチープすぎるイージーイージー <laughs> イージーじゃなくてガチチープなんだけどこのゲーム大丈夫音乗ってるからほんとに音聞こえなくてもおよそ分かるけどああ <laughs>、はい、じゃあはい、はい、ジョラジョラも読めねえじゃねえか仕事どうだった んこれ娘と子供 <laughs> 違うよ <laughs> 親と娘え宿題結構ロック調の子供なの。口答えだと豆腐。誕生日なのこんなボックスで俺ごあーごめんなさいちょっと野暮字幕くらいやぼな通知が。 え <laughs> そんな財力あんの資源豊富すぎないイージーだからックこれカシをどれこれどこで買ったの<何>窃盗じゃないこれ窃盗品でしょ絶対そうだってあ動いてないのボタン電池ボタン電池じゃないソーラーに当てたらあ嘘なのそれ私うるさすぎそうそうそう<ー>そうああそんな時計つけんだよじゃあ、はい、いいんだ横行してるわアメリカだから

愛が伝わってこねえ字幕だな子供部屋じゃプロフィールだけ見させてほしいんだけどダーみたいな梨梨のポスト貼ってある俺結局起きちゃうじゃんこれねモーニングコールってことこれモーニングコール時計ないのもしもし時計買ってんのにパパん何,何急に声でかいってみんなえゾンビパンデミックミもしもしやっぱパンデミック系なんじゃないのこれ こんなピンク色の服着てる場合じゃねえな。今すぐ武装しないと。昨日洗っただな。直帰をまず着てたな。だとの14番じゃん。え、これ審判の服じゃないの何かしらのスポーツの。そっちで整形立ててく気なのドラッグ売ってんのに。ドラッグ売って審判の服買ってんのどういうことミット買った方がいいってこれ。サッカーじゃん。あ、これサッカーの審判。サッカーの審判でも黒とてだからあれ。一体何が起きてるんだ。あ,あ、しまった。あげるの忘れてた。 あげるコングラチュレーションたたえられている誕生日おめでとうたった一言でいい女は一言うん読みましょうかまだ化石にはならないでねお誕生日めるとパパいっつも家にいないし私の好きな音楽やる柄ってまるで気に入らないそれでも最高のパパでいられるのって不思議パパ誕生日おめでとうさらよりこういう時女は恥ずかしがっちゃうのよちょっと下げんのよやっぱり好きな相手ほど下げんのよ そんなギャルけ市場の喜びを感じさせるんだみんなにそうだろうサッカーの審判たるもの。公平、公平な愛をな、平等に降り注がせんだよ分かったかも、鏡見て一回学べ。サッカーの審判たるもの。そういう精神が必要なんだよ。さあ行くぞ。父親の愛から学んでいかないとな。そういう意識を。パパ法制備だけじゃ感じられないぞ愛情というものは、パパーえ、二人暮らしにしては部屋で書くね。 うわぁ。嫌だこれ。ユニットバスってやつどう,どういうことこれ。<laughs> どういうことお風呂だよねこれ。窓で隔ててあるだけの。え、海外じゃこれ普通なのこれ実質外じゃねこれ実質屋外じゃねえのこの風呂って。窓の先にあるけど。なんか建築法みたいなやつに違反してるみたいなこと違反しちゃうから部屋数多すぎて。二人暮らしなのに部屋数多すぎて。風呂作ると建築法に違反するからここに。もう窓をあえて。 窓で隔てることとによっってて成立させてるってことこの家の中に風呂を作るということ結構実力講師の家だここはそうじゃなきゃサッカーの審判は務まんねえぞズームじー読めるかー英国新聞読めるかー朝日新聞どれちらライブドアニュースでいいやカメラ操作激しいかもパパペペこれ何 ねこれ靴 ?3 足あるぞ全部片っぽない靴下みたいな散らばり方あ母親が存在しない家だなんか祭壇っぽくない ?3 つつなげてんのかこれテーブルやだなかにンリーなんですけど <laughs> おひなさまでも飾んのかな3月になるとそんくらいの長さあるな横幅こんないるかあっ <laughs> ビックした いねえじゃん。ここあ、やっぱそうじゃん。パンデミックじゃん。あー、これ、うちのリビングにもあるやつだ。換気してる。2人暮らしなのに換気すんの。いま、おい、そこー。これ、本当に変わってんかなこれ、壁に書いてある絵じゃなくて。トリックアート的な。なにあ、ごめんなさい。じゃゆっくりさ散策させてよ、でも。馬だ。<母>父親は馬が好きなんだ。椅子も置いてある。 んなんか松松えみたいな。んこれアイロンかけるようなやつじゃん。アイロンかけるやつと冷蔵庫これ。キャリーケースみたいな。うん。脱走を考えているな。家出してきたんじゃないの一回離散だな、多分これ。一回離散した家族だわ。どうせ。夜逃げしてきたんだな。あんながいっぱい詰め込んで。盗んだバイクと同じだよ。やってること多分。その時代に影響されてるえーでも。 まあ、こんくらいだったら仕方ないな。お、すもう日頃から鍛え上げてるタイプの人。大体ここら辺にさ、行き別れとかじゃなかったらお母さんの写真くらい置いてあるでしょ、これ、嫁の。死んでんだな。死んでるか夜逃げだこれ。なんでアイロン弾あるのにこっちでアイロンかけんであのズボラ男。ここにあるだろ、これでもアイロン弾って実際邪魔なだけだからね。上で飯食えるわけでもないし、なぜなら布だから。下に布が引いてあるから。布じゃなかったら。 もう汎用性高いのにアイロン台ってアイロンかけることだけのそのためだけに存在してるからあの台は何事じゃあ娘置いてかないでよおまたこの机大量生産されてんなこれそんな気に入ってんの ?DIY かな DIY できるぞっつって同じのにいくつも作って技術上げてるタイプだよこれでレベル10になったら多分ベランダとか作るんだろう ベランダにデッキ作るそのスキルポイントをためるために同じだけのテーブルを作ってないようにうちのお父さんは、まあ、馬も好きだしな馬好きなやつで DIY 好きだから押し込みー光ったぞ <laughs> 目星がこれですかもしもしスマホだ8回もなんかお父さんのなんか働き先から来てない一瞬電話読むか トミーからね、一体どこに行くんだ電話くらいすぐに行く何が起きているんだてかこれ <laughs> タイルキッチンのとこにある机がタイルなの鍋とかそのまま置けるようにってことこうやってコンロから出してそのままタイルの上だったらタイルだろうみたいなコンロ多くないこんなにこんなにコンロあんのにフライヤーないんだけど逆になんで こんだけコンロあったら普通にそこら辺にさムベーカリーいないとおかしいだろこれ調味料少なっコンロ6個もあんのにコンロ6個もあんのこれ相撲部屋天下一品とかでもコンロ3つじゃない多分それ以上に反響してるってことこの家がたった2人のに天下一品以上の盛り上がりを見せてるってこと夕食時にはでないとコンロ6つもないもんな しかも下にこれオーブンあるよこれ七面鳥薬用のオーブンだろこれでかすぎないじゃあ両脇にオーブンないこれどういうこといやじゃあ右側トーストかこれ右側がトースターだからあそうだこれつまみあるもんねで左側これオーブンでしょだしオーブンとレンジが違い分かんなくてこれが多分レンジなんだよなでこっちがレンジでこっちが多分オーブンなんだよでも何でオーブンってあんなにレンジっぽくてレンジってあんなオーブンっぽいんだろうだって もちろんレンジ、一般的にレンジと言われている方であろう方がさ用途がすごいじゃん。もう何でもできるじゃん。魚も焼けるしプリンも焼けるしさもう肉の解凍だってできるのに。なんで本物のオーブンの方がさレンジよりできること少ないのにさ文字数多いんだよって思わない文字数の多さっていうのはその機械のさ有能性を示すと思うんだよ。ほらてかつまみがそもそもさつまみがついてる時点でさオーブンなわけなくね ?3 文字だろ。てかカタカナな時点でおかしいんだよ。つまみ2つしかついてない機械が。 え、なんか凝ったもん作ってないこれあこれ鍋の中にコップ置いてあるのがび,びっくりしたこれ <laughs> デカドーナツの方かと思った右側だってこれ <laughs> でもとんかつあげるやつらこれとんかつあげるときにパン粉まぶすようになっちゃうないこれトレーうフさあとんかつとんかつのコンロを6台であげてるってことでもフライヤーないのにこれどういうことじゃこれどういうことなのよこれ肌寒くなってきたこの物件なんだかおかしいな変な家 おかしいってでもまださこのオーブンみたいな見た目してるレンジではさ揚げ物ってできないよなでも唐揚げとかって最近なんか企業努力のおかげでさ粉まぶしてレンジ放り込むだけでできたりするからねもう揚げる必要がないっていう何これ読める今夜は仕事で遅くなるからご飯をデリバリーで頼んでいいぞ明日の朝会うパパ <laughs> 法廷で法廷で会うの,るの本当にどこにいんの俺がトイレットペーパー置いてんのかな え台所になんかいっぱい粉置いてるあ,あれどうせシリアルだろ外国なんだからだから怖いなこれ台所にこんな木製のものっていっぱいあっていいのだからこれ何この下のやつこれ乾燥機乾燥機っていうかこれ食洗機だっけ海外って食洗機下につけるのこれまあ場所取るからか2人暮らいしならい,いいだろ別に日本の使えばいいのに埋め込んでるもんな あ、でも水切り用のねおけ、OK、みたいなのもちゃんとあってこんな大皿で食うの家族2人しかいないのに昨日絶対チンジャオロース食ってんだろこれチンジャオロースのでかさだろこれいやクックドゥだってクックドゥ作るんだったら6個もコンロいらないだろこれなんでコンロ6個あるんだよおかしいだろコンロ6個あるんだったら時短で一気に作るみたいなさなるでしょ普通家族2人だったらなのでこんな大皿でさクックドゥ振る舞うってことはさ おかしいんだよだから本当に6台フルで活用してるんだったら小皿が6つないといけないんだよなそれぞれのコンロでいや12枚だ皿が12枚ないとおかしいんだよちっちゃい皿がだって6つのコンロで2人分作ってるんだからこの家何かにようわねコンロが6つでもそれでもそうこの右下にある通り洗ってあるお皿は大皿2枚だけ何か不気味だわこの家何かおかしい外ではパンデミックが起きているようだし それに相当するだけのパンデミックがこの台所で起きている。ミトン。ミトンがあるぞ。包丁が5本もさせるぞそんなんいるかてか、下の方はなんか4つ穴開いってない。あれだ、マーガリン塗るやつ4本させるようになってる。2人暮らしで包丁が4本にマーガリン塗るやつが4本いるわけないだろ、これ。何か、糸口が掴めてきた気がする。このゲームの、この台所。 この実家に潜む悪夢その正体が輪郭が浮かび上がってきたわちら換気扇ついてるこれ換気扇は2つしかないのかねこの換気扇にそれぞれ3.5いや2.5じゃあみそれぞれ3つ分の動きをしないといけないことになってるこの換気扇はこれは我々家族のね間柄を表してるんですよ 6人家族だと想定した場合にそれぞれが3人分の働きをせよというそういう暗示だねこれ胡椒ほら見てこれ44で置いてある牛角かって牛角のドリンクコーナーの左側かってくらいああこれソフトクリームにかければいいのねっていうあんくらい置いてあるバナナとリンゴそして桃そして一杯のコップ でもおかしいコンセントがまるで見当たらないぞこの家あこれダストシューダストシューもあるこれは何ーなんいやーや何ー自分だったわちょごめん犬がそういえば犬がさっきうるさかった気もしたな自分の方がうるさかったから気にも止めてなかったけどお邪魔しまーすおっきい音あー びっくりするこいつらし <laughs> お邪魔しますくらい言えよ大丈,夫か大丈夫でーす何ですかいや誰も,誰も犬がやかましかったくらいですかねそんなこと言ったら言っちゃうよねージミーの一家だえっ八坂村八坂村ウおおお前の方が驚かないんかい<そ> <laughs> お父さんの方が怖かったもん。えっうちも打ちたい。うちもじ打ちたい。うわー消火器消火器持ってこいさっき台所で目星つけといたの消火器の。台所って消火器ないとおかしいからな。こっちだジミーさーんごめんなさい。近所付き合いベタで。近所付き合いベタが。<laughs> えゃ大きい時は音大きいな。はーい。 初めて血を見たか。かでも潰したことないのに。皮潰したことなくても、やっぱ人って弾けとるのに。かよりも残酷だったの。えあっ、っ左側なんだ。わ、すごい上、上、窓ついてる窓。これ、上からゾンビ来ないかな。降ってこないかな、これ。 なんかでっかい大橋の下とか走りません絶対上からゾンビ降ってきて面白いと思うんですけどスリル感じてるちゃんとえぇ、ー、ヒットナンバー流れてるかな K−POP でも聞く ?OMG 聞きてぇなニュージーンズのやつミンヒジンさんとどうなったんですかねみたいな話聞きたいですよねえハイウェイ封鎖されちゃったの ハイウェイ封鎖されたらさ、ハイウェイのさ、鉄骨の上に登ったゾンビがさ、この車の上から降ってこないじゃん楽しみ奪わないわよ、警察が。ええ、トミーさんトミーお,お前じゃねえか、トミーおい<あ>さっきのはじゃ誰だったんだ <laughs> トミー、お前は死んだから死んでたぞ。へえー、そうなのな,なんか面白いもんないかな 裏にどういうもの載せてんのねおろしそこれたさティッシュボックスとか置いてんじゃないの昨日の土曜日とかに買いに行ったやつあれレタスの葉っぱとか落ちてんじゃないのちょっとよく見た大根かもしんないぞ大根とか持ち上げるとき意外と葉っぱちぎれてすっからよく見ろよく見ろなか,かげかげかげ何か落ちてるはずだちょっと血生臭いなって思ったら多分ね鶏肉のね汁が出てるんよおろすとき雑に落としただよトミーがトミージミー うん、さっきのジミーかおいジミーとトミーがいるの <laughs> そりゃ見分けつかないわじゃ話聞こうかなそろそろえどれ人っあっごめーん途方に暮れているわ助けは来るまあ乗せる暇ないからなあとで食料で揉めたくないからね 先を見通す力あんなよ。目の前の話は聞かないけど。俺、救急隊とかどうせタクセルでぐるぐるから。私たちの税金はああいうやつのために使われるんだ。子よ<あ>。<laughs> 子供なのになのなな消費税くらいしか納めたことないのに。っのあっ、飛行機だー。ああ、<ー>凶暴になってますよ。どうなってんの<ミ>お見惚れるなよ。スプラッタ見惚れんな、お前。 トミー、トミーお前、ジミーにすんぞ。ああえ、待って、後ろついてる、後ろついてんじゃないちょっと待って、見たい見たい見たい。ね、終わってんじゃん。なんだよ。私だけ USJ すぎね、私だけ USJ すぎる、これ。え、どれが正気じゃない人ね、正気じゃない人見たい。え、これじゃない正気じゃないって、こんな人。ここない血ついてる、血ついてた。左だったのかよ。欲しいな。次、後ろ来んじゃないの捕まれ。え、何うわー、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。 あ左かよ <laughs> 左から来んのかよ絶対上でしょ上か正面かと思ったあ死んださすがに判断が早すぎるパパパパ<え>パ,パ,パパ正気あ生きてたやっぱプレゼントした時計が効いたんだなじっじっ横転してる で隣のジミーだかトミーだか大丈夫なのかのっそのっそ芋虫みたいなのっそのっそええー、ど,どういうことウイルス系なんでしょうかあうわあ,死んだあもうダメだこれダメあだああたくましい女性あじゃあお前かい氷 <laughs> <laughs> 川きよしみたいなトミーだかジミーだかたくましいなあいつ 見どころあるんじゃないかよどのくらい3分の距離タクシー乗っちゃうくらい足痛いおおトミーさんあ私ですか捜査わすごいすごいよこれこんなんなってるあっあっあっやべ SG のハロウィーン機関に入ってる <laughs> でも街並みが完全にそうなんだもんアロウィンナイトですね飛んだみんな やばい来来来来た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 でっちゅうわあ危ない電柱がすごいぞこれなかなか見らんないもんこんなのえ人も当てるどれこんなんなっちゃうんだうん、えー、コンビニ強盗とか起きてないのかねまだこんな炎とか上がってるけどまたトイレットペーパー買えなくなっちゃうじゃないの薬局でバカは学ばないんだから米とトイレットペーパー買い回るね 裏路地とかいないのゾンビこれ逃げ遅れゾンビみたいな誰もいないわこれゾンビあっ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 死んだ <laughs> ここらへんシビアなのねやっぱりうん <us uk> どこだここは <us uk> まぁ仕方ないから走るかなんトミーだかジミーパパだけを見てろそ,そうやって口説いた女が昔にもいたなママー <us uk> うちのママー あっっちだって何うわーすげえ生きてるうわー足しちゃったよ時計つけてないからだよお前人に愛されたことがないからだ人に愛されたやつはみんな時計をもらうからだなそれで一命を取り留めんだよクッションとなってなこれ警察署わすごいまた燃えてるよまたうわーすげえ戻るのてかいないんだけどトミーとあぐれちゃったトミーさーん 路地ってどこあいたいたいたトミ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 こっち私たちだけのようですね。この路地に入ったのはこのみ、前人未踏の路地にああで前人未踏の路地に入るという快感ありがとうありがとうカワきよしヒカワ、トミ行くぞ。トミカワ、きよし行くぞ。トミカワ、きよしもうすぐでつくもうすぐでつくうわーすごい 来た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 一匹,匹出てきた一匹出てきたゴキブリ並みの、ぬるっと全身が脂まみている兄貴なに慕われてるのえうわあ大変そうサラおじさーん置いてきたくないねもう一回見とくダメだ、助からない こういういのは見切りをつけていくっていうのが重要なんだよな生き残るための術よを覚えたこっちにサラが後ろからかけてきているすごいまあいいだろこれは大した問題じゃない何ついてきてんのはわかるけど今はもう走り抜けるしかないほらねこういうのももう振り返れないということよ大人になるということだ今回の剣を減ったなお前もリビッグな女になるんだ 誰だ大丈夫<あ>うれ誰だ<へ>れあっ感染しないです私は分かった,俺たちはう逃げてきましたパパま,まあそっからやん男の対話はそっからやんう。撃つんですか撃つんですか 撃たたたれれそうう三回くららいい構ええけどど死に直したんでっっ、えー、<laughs> あ<い>つ <laughs> やめてておおさなるもうむちゃくちゃ 撃たれた撃たれた,撃たれた、えー、<laughs> こっちが死んじゃうことあんのかかマシも折れてるし<は>脇腹められてんのそ,うどそれ同情しちゃうわな <laughs> みんな悲つ <laughs> 悲痛な表情<ラ>え嘘えマジうそ、ね、えっ まばたきしてないよ神様神様字幕追いついてないてどうしてなんて言ってないなええー、やっぱ一発ってこんなでけんだ銃弾ってもう終わってない話導入で人死んだぞこれを乗り越えないといけないの

フイアフライと名乗るグループが今回の攻撃,の攻撃あもういろんなのが立ち上がっちゃってんだ勢力があもう抗議とか処刑 <laughs> 見世物として誰だ <laughs> なんだ <laughs> どの勢力につけばいいみたいな話これえでもでも起こさないといけないのサマそんなこんなだよ。 季節は変わんのよえ南何回とかじゃなくてサマーなの ?20 年後 <laughs> 一気に老けたんだけどあん時何歳まずこのおじさん47とかになってない今ひげも,も剃る気力ないもんジョエルこんにちは誰だ テすもう袖いらないのか止血とかに使ったの袖<む>もう誇りすごそうここまじで,で。世界崩壊したらまずハースダストで死ぬわ。息,息できなくて鼻詰まって。絶対そうだって。全速なっちゃうもん。終わってんのなりたいちょ、もう結構外画かも

隠れがしか分からんあとウエストエンド地区しか覚えてない,いこ何して生計やったってやっぱ薬じゃ世界どうなったかだけアメリカなんだえこれアメリカだよねじゃお父さんが布団たたき始めちゃったけど <laughs> こっちのどかない暮らしですみませんだな,なんかゲーム内と違ってこんなスタルでないっすわ豊かっすわチェックポイントブはまだ開いてる チェックポイント5空港のゲートの話じゃなくてわあこれマットレスがもうかびちゃってかびちゃってこんな一つのマットレスだって命取りでしょこんな世界じゃ急速取れなかったやつから死んでいくんだから巣のことが置いてあるけどこれ多分ベッドだったんじゃないのこれ絶対そうだった気がするようなでもここら辺だって普通だったらさもうペヤングとか置いてあるのにさもうただのこれ袋しか置いてないもんな 1一個もインスタント系の容器がないっていう時点でこれ相当これ缶とかしかないもんね缶しか保存が効くやつしかみんな食ってないんだもう即席能なんて結構高いかな最近みんな食えてないでしょ最近どうよこんな世界だったのにみんな意外と薄着じゃないのよやっぱすごいな全部黒い袋に入ってるんだけどこっちでーすゴミ散乱してる片付けたいな 棚もある棚も棚ももいらないか最終的には置くもんえんだもんなこんな世界になったらあピンとか置いてあるピンとかあ全部噛んだねペットボトルはやっぱもうないんだあペットボトル押してないこれあペットボトル押してる1.5リットルとかいくらのやつなんだろう,もうみんなこんな時代になっちゃったらさもう猫よけのために置いてあったさゴミ捨て場のペットボトルとかをみんなで争奪戦するんだろうな多分そんな感じしないどう思うてかさっき何の話してたん あんまり聞こえなかったでもこんな世の中でも朝は差し込むのよ朝日は、はい、こんななるあ,るあやっぱ配給なんだなあれ右側のやつとかすっげえ警備隊いいんだけどうわーもうスラムだねここまで来ちゃったら3週連続 みんなリモ食うのやっぱりや分かんないよ軍隊もでっけえなんかじゃがいも入れたスープしか飲めねえよなどうせコンソメちょっと入れてほんトにパセリとかも散らせねえような生活しかしてねえんだからや軍人も増えたのお父,さんがお,お父さんがすごい形相で布バタバタしてるって みんな配給待ちしてる間にうちのお父さんを見てくれ面白いことになっちゃうぞみんな感染してる違う問答になってる夜る。わすごい軍事車両車みたいなか軍今から軍事になるってのは無理なのかなどうもーどうですか 誰でしょう逆に誰でしょう証明書見せるだけにしていいそんな理由で通していいのいなぜなぜあまたでもデモ隊と戦ってっからこの <laughs> 振り返る X これうお、わっ首取れちゃうよこんなムチ打ちになっちゃうそんなすごいこ,んなこ,んなこんな勢きこんな勢いで振り返って長押しで走る 何してくれてんのファイアフライこっちこっち行くのお邪魔しまーす言わないとびっくりされちゃうからよいしょてしてまた怪我かう,うわああ右腕向けすぎじゃないこれのこれ ?R2 お掃除上手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 ちぎ上な 最後噛みちぎるものって何だったっけ爪かな、まあ、爪と包帯は噛みちぎるべしそれがこの世界を生き残るスペ誰走っちゃうかな走っちゃうかな、ね、うちょっとなんか2人で難しい話してんだけどロバ,ロバートって誰なんだろう マーリーン。人だけ増えてくない覚えないといけない人だけが。ファイヤーフライ。暇だし壁でも見てよ。よこれ火つけるやつ,電気,つ電気なんか供給不安定っぽいよな。ああまあ、え、でもこれってあ、これヒーターじゃないヒーター。みんな使ってないのかもう。電気通ってねえから。さっきはありがとう。えー、なんかペット飼ってんのペット見せてペット。ペット飼ってる臭いよね、これ。 かってない何何飼ってんの動いてる動いてるこれ何見えないじゃな何何これあなんかいるなんかる鳥ドブネズミこれネズミ飼ってんのこれネズミ飼ってないこれなんか動いてるよねフェレットネズミなんだこれイタチネズミかヘビヘビかこれヘビ飼ってるこれハブだこれハブ飼ってる あんま触れちゃいけない人だね。薬物系の人たちですかね。でなかったらハブなんて買わないですよね。二人の話すごい。<laughs> お。パイプとかもあるって。あ、やった、日の光だ。ついたわ。こんくらいでいいのよ。よ調子はどうだ。 めっちゃかけ事してるめっちゃテーブルゲームしてる電気つかないからあ扇風機もある海外って牛乳こういうさボトルに入れてるよねサラダ油みたいなああいうボトルにちょっとまずお宅の台所をチェックいいですかま,あまず案の定食洗機はしたとまあここまではよしでマグカップがあってこれ2面になってる こ二面にするメリットを一回考えた方がいいな。まあ、火鍋みたいな色々のかもしれないしね。左だけこの色でって、この洗剤で右、右だけこの味の洗剤でっていう。そういう開け方もできるかもしれないな。で鍋とかに変な香りつくと嫌だから、そっちはあの無香料でみたいな。で、右側のお皿とかはなんかそういうフラワーのみたいな。あるかな。マーガレットの匂いみたいな。そういう風にやってる可能性がある。だから右側につくこの右側のね。 このえー、でもさこれ片方詰まった時ってどうなるんだろうね左側から上がってきちゃったりとかしないのかなでもさすがに Y の字の排水口なんて見たことないもんねそんな一気に流れ込んだ時にさなんかアフしちゃうみたいなそんな風になってないからじゃあ別々になってるってことこの右側の水道管みたいななんつうのこれ排水口みたいなとこがこ逆にさこの2つの排水口がさどこのタイミングでさ同じなんか合流するのかっていうのはちょっとそっちの方が気になるなこれ。 右側ってかでも逆にだけどさこの2つにすることによってさその掃除のさデメリットが大きいよなこうやってだって1個掃除しようってなってさもう1個掃除しないといけなくなるからさじゃあ逆にだけどさこの左側を使わないようにしてるっていう可能性がないのかなと思ったけど多分これ水張ってるよなこれ左側にさ生ゴミとかさ置けばいいのかなと思ったけどなんかそういう風な使い方もしてないらしいけどでも多分これもしかしたらなんだけど左側に汚い皿を置いて右側をきれいにしとくとで左側で洗ったやつを右側にこう浸しておくっていうそういう可能性も全然ある。 でもここにさ、この水切り用のオきあるから、そんなのは通用しねえよな。で灰皿もあるし、見てこれ、コンロ大きすぎる。え、コンロでも5個だ、5個、5個、5個。人暮らしだからじゃないこの人が。え、一人暮らしだよね、絶対。一人暮らしだからコンロ5個だ。二人暮らしになったら6個なんで。だ制限がついてんだろうな、多分上限が。 何人暮らしの場合はコンロ5つまでですよみたいな。1人暮らしの場合はコンロ5つだ。2人暮らしの場合は多分6つ以上になってくるからな、8個とかになるんじゃないだから10個以上つけたいってなったら3人で暮らさないといけないっていう、なんかそういう建築法だ。建築法が多分あるんだなこの国ではそういうアメリカはそういう建築法でやってんだな出ないとこれ通用しないからな。で、下側に、で、やっぱほら、2人暮らしの時よりもさ、ちょっとちっちゃくないこのオーブンが。 七面鳥はいけないとこアジ3匹くらいだな頑張ってでっかいアジ3匹くらいいけるかもしんないけど七面鳥はちょっとみんな高さが足りないから横だから逆に横に長いのかもしんない縦は無理だ2人暮らしとかと違うから建築法の関係でねでここにも棚あるしあとはまあ別に大皿だ1人暮らしなのにいやでも1人暮らしじゃないからこれ友達が来てるからでも友達が友人の数はコンロの上限にカウントされないから そこは引っか,かんないけど多分あえて大皿をすごい使ってるほらすごいよこれそうめん食ってるんですかって感じ右側のデッキあんな器そうめん3人前くらい男なら食うだろうってなったら平気であれ使うのかもしれないけどとにかく大皿が多いなだって中華料理以外でこんな大皿使わないもんな普通ってか何で一人暮らしになるのに1人暮らしで大皿っているかだからやっぱ友達が食うのかな 友達が来るってなった時にこんなのポテトとかがでも男だぞあいつここに住るやつ男だから皿は引かないはずだよだからポテトを油で揚げたらその後あれキッチンペーパーとかに直置きをで直置きして皿とかキッチンペーパーの下に皿とか置かないでそのままキッチンペーパーの上にあのポテト乗っけてあそこの賭博用のテーブルまで持ってくっていうそういう道筋が見えた私にはだからこれはポテト用の皿ではないはずってなると豆腐とかかな 多分豆腐系の料理とかは結構大皿使うから、ね、意外と揚げ出し豆腐をうんちゃかどうちゃかしてみたいななんかナッパとあえてみたいな揚げ出し豆腐みたいなあの一番まずいやつ甘いんだか酸っぱいんだか辛いんだかよく分かんないやつどの味覚にもなんかセンサーが反応してないあの訳がない揚げ出しだから揚げ出し豆腐使った料理って一個もセンサー反応してないの 味覚のどれにも訴えかけてこないっていう逆に何をどうしたらそんな味付けになるんだって感じだてか味付けてねえだろっていうだから肉とかと違ってうまみ出てこないんだから豆腐ってさただの大豆だぞ形を変えた大豆なのにみんな騙されてるよな外側が茶色いからみたいな理由でさなんか汁出てると思ってるけどあれは丘の違いだからでから棚が多すぎるな一人暮らしにしてはこんなにも収納するものっていうのは基本的にないからね 多分ポイント集めてんだろ、ポイント。パンとかから蒸して。うちんちやってたもん。お母さんがそういうのまめに集めてた。あれなんだっけあのエンジェルみたいなやつ。あれなんだっけ学校に持ってくとさ、なんかすげえ褒められたやつ。あのシールなんだっけなあ、ベルマークだよ、ベルマーク。待って、ベルマークじゃないこれベルマーク収納してんじゃないのこの棚。だって、一人暮らしでこんないらないもんな。この引き出し。だって、スプーンとか入れるんだったら、ここら辺のさ、ここの隙間とかにさ、が足りんの、ね、けここにワンチャンだってここのさ、 こ,れね、この目の前にあるやつここにじゃお玉とか入れてる可能性の方が高いと思うのよいや左手で上げ締めできるからで逆にこっちに入ってるっていう可能性もお玉とかはでも1段くらいしか使わないじゃん、ね、鍋収納するってなったらこの下のさ結構深めのやつ深めの棚使えばいいから,だからこの右側ここの列の棚の意味わかんないの、ね、いらないの、ね、上2つがスプーンとかフォークとかってなっても下2段じゃ何入れるのってなったら多分これベルマークだこれベルマーク収納してる棚だと思う で一人暮らしだから多分いっぱいね「なんかここねお前んち台所でかいんだし」っつって一人暮らしなのにマックス分のコンロつけやがってみたいな。 言われて、ね、こうなじられたりするときに、食材とか向こうが持ち込んでくんだよ。多分じゃあお前らちの、ごまいちコンロを5つ使えるんだから、ここで飯作らせてくれよみたいな。言われて、向こうが食材持ち込んできたときに、じゃあ、あの片付け皿洗い込みで別に使ってもいいけど、お前ベルマークだけはこのこ,こ入れとけよつってって、あそこ入れとけよつってって、あそこどこだっって、一番壁沿いの下の棚2段のどっちか入れとけよって、パンパンじゃねえほうに入れとけよ、パンパンじゃねえほうって。そういうやりとりもある。多分 午後かいあ、止まってるわこれ生ゴミボックスかしらね上に缶もあるこういう棚上の缶一番見逃しがちだからこれ意外と後から出てくるトマト缶とかいつのっていうパイナップルの缶とかも意外と勝手に出てくるときあるからこれなんだろうだ一番しょうもないのがさなんかあんみつみたいな缶なあのあんみつとかに使われてる缶何なんだよみたいなあの豆 あ水豆みたいなやつね。水豆って何水豆を見るわ、水豆を。水豆ってこれ水筒って読むじゃないですかね。水房尊出てきたんだけど。これ,これ何これ黒豆これ黒豆、ま、これ豆缶って書いてある。水豆だよ。これ水豆じゃねえのこれ。私今から水豆の悪口言いたかったんじゃないもしかして。水豆。赤えんどう豆だって。赤えんどう豆の悪口言いたかったのかな、私は。 三つ豆,豆だけとか書いてあるで蜜豆もさ頑張ったらこれ缶あると思うんだよでわしはその缶の悪口を言いたかったのかもしれないほら出てきたきゃ三つ豆甘みあっさりこれ朝がフルーツ三つ豆これ冷蔵庫の上とかにね意外とねこの三つ豆のね缶とかをきっぱりしてる可能性あるからね食料に困った時はね冷蔵庫の上を覗くといい冷蔵庫の上を覗いた時上にある三つ豆もまたこちらを覗いているからいやほこりっぽくない画面話終わっちゃったの 私も冷蔵庫の探索終わった。だから冷蔵庫見してほしい。お、何これ。よいしょ。よいしょ。あー、じゃあ瓶とかが。本とかが。一気に出られた。でも左に戻すことによって、一気に左に戻すことによって、全部が立て直すから、問題ね。ダースとかもあるわ。またスノコかよ。スノコベッド流行ってんだね、ここらへん。みんなニトリ信者。意外とニトリ信者だな、みんな。こ、こっこりっぽいね。 マスクもせんとよくふんぞり返っておられるね。L 字ソファーかと思いきや。3つ2つソファーだ。そんな1人暮らしなのに。てからここお前の部屋じゃねえだろ。私の方がよっぽど私の部屋かのように散策してた扇風機もある。扇風機だけすごいある。夏だから。多分夏だからみんな出してる。ヒーター1個もないのに。そういうことなんじゃないここ会議室っぽいけどな。どっちかっていうと。 ここ病,病院だったんだっけこう私病院に来てたんだっけそういえば。あ病院だここ。すっかりうっかり。じゃあ行っちゃいましょうか。